めちゃくちゃ濃厚なのよ。うわっ、こって濃厚。すする TV。ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、なんとあのローソンさんもやらかしてしまいました。っていうのは彼今冗談なんですけども、今回ですね、あのコンビニのローソンさんからも有名ラーメン店とのコラボ企画が行われるということで、本日すする面々こちらとなっております。ドン。おい、全国のローソンで開催されます天下一品こってりフェアのラーメンとチャーハンたちです。この天下一品こってりフェアなんですけど、今年の3月ぐらいに開催されてたみたいで、天下一品ファンのみならず、も幅広く結構ネット上でも注目されてまして、 SNS などでも非常に反響があって大好評だったらしくて、人気企画として今回第2弾、まあ、帰ってきたということですね。近畿地方と沖縄ちょっと一部メニュー違うらしいんですけど、全国的に、ね、展開されている中からラーメン2種、そしてねチャーハン2種類用意しましたので、早速こちらの方をレンチンして食らっていきたいと思いますんで、まずはレンチンしていきましょう。レッツゴー。というわけでですね、レンチンしていきまーす。レンチンしてる間にね、皆さんからいただいたコメントの方も読ませさせていただきます。1割の方の人間です。まあ、女性ってことです。すする TV の視聴者比率がね、男性9割、そして女性1割ということで、これ1割の方ということは女性という方ですね。はい。はちみつさんもそうだったんですが、あのラーメン屋さん、五反田のラーメン屋さんですね。女性一人でラーメン屋さん行くと、たまに帰り際に飴ちゃんとかくれるお店がありますと。はちみつさんは半年前くらいの方もなので、今はわかりませんが、ありがたいなと思う一方で、個人的には男性と同じように言ってるだけなので、そんな風に優遇してもらわなくていいのにって思います。こういうサービスって普通なんでしょうかということで。どうでしょうね。実際サービスしてるお店の方が、まあ、少なそうではあるけどな。まあでもね、それこそチェーン店とかにはレディースラーメンとかね、ちょっと一回り小さいサイズでトッピングが味玉サービスになってたりとか、なんかそういうラーメンもあったりするんで、まあサービスがないわけではないですけど、まあアメちゃんとかくれるお店の方が僕は珍しい気がしますけどね。そもそもやっぱりね、ラーメン屋さんってその男性客の方が多いっていうところがあるんで、そういう意味ではやっぱ女性のお客さんの方がラーメン屋さん的には珍しいというか、ありがたい存在ってことなんで、また来てほしいなっていう思いで、そういうちょっとしたサービスがあるのかもしれないですね。せっかく1割の方なんでね、こういったサービスありがたく受け取ってもらえるとね、ラーメン屋さん的にも嬉しいんじゃないかなと。そしてまたそのお店にリピートしてくださったりすると、より僕も嬉しいんでね、ぜひぜひまた行ってみてください。よろしくお願いします。すするさんのバンドを始めたきっかけは何ですか？楽器は最初からドラムでしたか？ということで、僕ですね、もともとはあの立ちぼ、いわゆるあのまあだからあのギターボーカルとかじゃないボーカルですね、あのマイク一本で歌うみたいなボーカルをやってました。最初は完全にもう立ちぼスタイルでやってたんですけど、吹奏楽部の大学でちょっとドラムをかじってたっていうのもあるし、高2ぐらいかな、そっから本格的にドラムを叩き始めた感じですね。バンドはなんかほんとなんとなくずっとやってるみたいな感じなんですよ。中学生の時その立ちぼやって、高校の時もちょっと立ちぼやってたんですけど、途中からまあドラマーになって、結構コーラスとかもやるタイプのドラマーだったんで、今のすするバンドではね、ドラムボーカルとしてちょっともうめちゃ無理やりですけどね、本当に。ドラムボーカルってほんとめちゃくちゃ珍しいですよ、正直。メジャーデビューしてるバンドであんまりいないじゃないですか、ドラムボーカルっていうのもあって、ね、まあ非常に難しくはあるんですけど、まあ、やっぱ歌うのも好きだし、ドラムも好きだしっていうところで、まあある意味僕にとってはすごいちょうどいいパートだなと思いますけどね、はい。まあ一応ね、すするバンドの曲もあの、Apple Music とかね、各サブスクサイトで聴けるんでね、もしよろしければ聴いてみてもらえると嬉しく思います。ということで、レンチン完成しました。ちょっとそれぞれラーメンの方もやって、あ、これもあれなんだ。トッピングとかも全部一体化してるタイプです。このまま食べれるんだな。それめっちゃ嬉しいですね。楽っすね。で、こっちはこってり天津チャーハンで、天津チャーハンってお店にもあったっけ？ああ、なんならちょっとこっちの方が気になるわ。うわ、めっちゃこってりしてそうなんだけど。プルプルですよ、これ天津チャーハン。というわけで早速いただきます。ちょ、このスープね、持ち上げたら、めちゃくちゃ濃厚なのよ。結構これこってり感あるけどね。どうなんだろう。うわ、香りもちょっと天下一品っぽいですよ。いただきます。あ、こってり感はね、めっちゃ天下一品っぽいな。おー、なるほどね。まあ、さすがにお店の味完全再現ってわけにはいかないけど、コンビニでこのクオリティのこってりスープ味わったら十分じゃね？めちゃくちゃ濃厚ですね。この麺もさ、もうスープまとってもすんごいよ、こってり感が。もうすごいです。これめっちゃ濃厚ですよ。スープがね、しっかりと絡みついたこの麺いきます。そうそう！麺自体のコシがしっかりありますね。レンチン麺なのに。麺の歯切れの良さがめっちゃいいわ。結構ね、太麺で食べ応えもありますし、天下一品ってのはお店の麺の長さがすごいです。めっちゃ長いんですけど、この麺もね、結構しっかり長めに作られてて、しっかりこう、ずーっとね、すすり白のある麺なんですよ。こってりスープもめっちゃ辛いわ。もうすすってるだけでどんどんスープが失われていくんだね。これすごい。まあ、スープがね、とにかく今度とろみがあってこってりしてるのが、本当に麺とスープが絡みすぎて、どんどんスープなくなっていくんです。まあ、これこれもでも天下一品っぽいよね。天下一品もさ、別にそんなスープ飲んでる意識ないのに、気づいたらいつの間にかスープなくなってて、あの、明日もお待ちしてますって、あの文字が。これあんのかな、明日もお待ち。これちょっと、スープ最後までもしかしたら明日もお待ちしてますっていう文字があるかもしれない。ええ、ということで、お次はですね、このこってり天津。このさ、これ相当すごくないですか、これ。やっぱコンビニでも天下一品のね、こってり感の商品が食べられるって褒め言葉いただきます。うわうわうーん、うまい。こってり濃厚。うわ
ものすんごいな、これ食べ応え半端ないよ。なんかちょっとこのね、辛味だれみたいなのもついてる。ちょっといただきます。うん、この辛味だれがめちゃくちゃうまいですよ。うん、どうぞこってりのラーメン食べてみてよ。いただきます。うん、こってりだね。こってりしてるよな、やっぱしっかりとスープが、うん、うまい。さ、麺とさ、スープの一体感がすごいね。確かに、なんかスープっていうかね、あんかけみたいになってる。もはやあんかけだな、確かに。とろっとろよね。うん、これは何？これこってり天津チャーハンってさ。辛いね、なんか辛みだれがうまくね、結構。あ、確かに、味噌、これ辛味噌みたいな感じだね。うん、これも濃厚だわ。うん、これチャーシューもしっかり大きめのもの入ってて、うん、あ、チャーシューめっちゃうまいな、出来がいい。うん、麺もシャキコリ食感です。うん、ちょっとこの組み合わせやべえな、マジで。え、というわけで、次がですね、このあかんこってり天津チャーハン、まあその辛いバージョンのね、天津チャーハンと、そして今回ね、辛い粉がかかったこのあかん粉バージョンってやつもあるんで、そのあかん粉こってりもすすっていきたいと思います。ちょっとまずスープからいただきます。うん、もうスープはね、多分さっきのこってりと一緒なんで、ちょ、このあかん粉をね、がっつりと混ぜて、ね、こんな感じでね、辛くしていただきたいと思います。うん、辛い方が俺いいかも。え、辛い、結構辛い。このあかん粉結構辛いです。もう本当に一味の辛さをガツッと詰め合わせたら、めっちゃ辛いわ、これ。まあでも辛い方が好きかもな、なんなら。なんかこのこってり感をね、またこの辛い刺激でね、バシッと引き締めてくれる感じ。じゃあ麺の方もいただきます。そそろう！これ結構この辛いバージョンが好きかもしれん。うん。ノーマルのこってりよりもね、パンチが出るんで。うん。うわ、辛い。いや、辛いけどこっちの方がいいな。結構ね、しっかり辛いんで、辛いもの苦手な人は食べれないと思うんですけど。うん。辛い。このあかん粉、確かにあかんですね、これ。めちゃくちゃ。結構辛いよ、ちゃんと、ほんとに。でも辛いの好きな人からしたらめちゃくちゃいいね。こんぐらい辛い方が、刺激的な方が。なんかこってりスープにもアクセントにもあるし、ちょっとこちらの天津飯もちょっとこのあかん粉しっかりつけていただきます。ちょっと心の準備ですよ、ね、これマジで辛いから、ちゃんと。ああ。うん、うまいわ。辛いやつ入れた方がうまいです。うん。うん、これは好きかな、結構。うん。やっぱ辛い味にするとね、結構パンチとか刺激がもうバンと出るんで、ノーマルのスープはね、結構味わいまろやかなんで、そこにあかん粉がバッと入るだけで、かなりパンチが出てね、食べ応えもバッチリですね。やっぱなんかコンビニ飯とかに求めるのってさ、もうほんとなんかこう、なんですか、背徳感とか味の濃さとか、なんかそういうところじゃないですか。それがしっかりですって、僕はこっちの好きですね。うわ、なんだずっと寝起きみたいな顔しやがってよ。この辛いのに目覚ましてみろ、ほんなら。何やそれ。いただきます。はい。辛っ。辛いよね、結構。ちゃんと辛くね。辛っ。結構辛かった。辛っ。俺こんぐらい辛くてもいいな、もう。辛っ。辛い。いやでもこんぐらいパンチ強く辛みにして、俺はいいな、ほんと。うん、辛い。パンチ効いてるよ。でもなんやかんや麺のクオリティやっぱり、ね、しっかり高いっすね、ほんとに。歯切れのいいつるもち食感あってて、腰もしっかり感じられてね、やっぱコンビニラーメンの進化を感じるよね、ほんとに。辛い。やっぱチャーシューがしっかり大きいという点も評価いいですね。うん、チャーシューうまいの、食べ応えあって。すごい、お腹いっぱいあった。ちょっとこのセットやばいわ。うん、お腹いっぱいです、もう。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。というわけでですね、ローソンさんと天下一品さんのコラボメニューですね。こってりラーメン、そしてね、あかん粉を使ったこってりラーメン、さらに天津飯をいただいたんですけれども。いやー、パンチありましたね、しっかりね。やっぱこってりスープの再現性、まあ、コンビニラーメンって考えたら、コンビニでこの自宅でね、このこってりラーメンが味わえると考えると、やっぱローソンの開発力すごいなっていうところもあって。まあ、しかも今回ね、このラーメンと天津飯しか食べてないんですけども、天下一品のこってりスープを使った中華まんとか、あとチャーハンとか、さらに唐揚げくんも出るらしい。唐揚げくんめっちゃ食え。唐揚げくん絶対うまいだろ、マジで。そんな天下一品さんのこってりスープを使ったメニューがね、いろいろ味わえるっていうのは今回のこってりフェアの楽しいところだと思うんでね。天下一品ファン、そしてラーメンファンの方にぜひぜひすすってほしいなっていうところと、ローソンさんね、商品のボリューム感もすごいたっぷりなんで、めちゃ
ゃくちゃお腹いっぱいになりましたね。本当に腹パンすぎてやばいっすわ。そんなね、今回期待大の天下一品こってりフェアが2024年11月5日から全国のローソンさんで開催されるとのことで、そして今回食べたラーメン天津飯以外にもおにぎり、中華まん、唐揚げくんといった商品が並ぶと思いますので、ぜひぜひ皆さんご近所のローソンさん要チェックでお願いしますということで、ね、いや僕が一番気になったのはやっぱ今回食べれなかったですけど、唐揚げくんですね。めちゃくちゃ美味しいと思うんだよ。だから唐揚げくんがそもそも好きだから、やっぱローソンって言ったら唐揚げくんですから、唐揚げくん出たらちょっと僕も食べてみようかと思いますので、ぜひぜひ皆さんも注目してみてくださいということで、本日の動画も最後までご覧いただきまして、よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントもしていただければ嬉しく思いますので、それではまた明日の動画でお会いしましょう。こっそり天下一品好き、うん、天下一品の何が好き、こってりラーメン、こってりラーメン。どんな体勢で見てんだよ、おい。